観光ではカトライダーです。<laughs> カトライダー俺なんか日韓戦やってるじゃん。D でフラッシュを使ってるやつはみんなバカ。K 一流キムチです。アジアから海外のその海上ケーブルでしたっけあれの何か爆発したらしいですよ。カトライダーって皆さんご存知ですか観光ネックスンという会社が作ったあのレーシングゲームなんですけど。 ああ、カットライダーってもともと知らないんですか観光でカットライダーって言ったらゲームしてる人たちは誰でも多分知ってると思います。あ日本はマリオカットがあるからだ日本のマリオカットが観光ではカットライダーです。それが、あの、マリオカットってさ、その、あれってありますコーナリングをドリフトしたらなんか、ブーストをかけたりできますミニタボ。やっぱりこれどこかがなんか真似してた気がする。多分。 カトライダの方が後から出たのかな多分。よくわからないけど。ドリップとして加速できる、できるでしょそれが、私はマリオバットを一切知らないから、逆にカトライダしか知りません。ははは、カトライダーはははめっちゃ面白いな。カトライダーやってくれないのかなカトライダー多分日本ではや流行ったらカトライダーやってくれそうはは。<laughs> タイトル作、紙じゃないもう。カトライダー <laughs>。 いや実際なんか言い方はカトライダーなんですね。見てみます、一回。カトライダー。これです。いでしょ。短いね、なんか。他の動画とかないのかなうん、こんな感じですよ、こんな感じ。もうそっくりですかこれ見たら。 想像以上にマリカーだった。<laughs> <laughs> まんま。下ゲージ、ブーストゲージです。ブーストゲージ。ドリフトしたら、ゲージが上がります。これあの、アイテム戦もあります。その、ルートにあるアイテム拾って、横の誰かを邪魔してたりすることもできます。マリオカーとちょっと見てみてもいいですか俺。俺なんか、日韓戦やってるじゃん。カジュアルなマリカーちょっと見たかったんですけど、これやってますね。<laughs> こいつら。 おぉ飛んでる何これこれパソコンでできますああ、スイッチなんだ。カトライダーはパソコンです。モバイルもあるらしいですね。多分。これ、エーモンたちって、絶対なんか、一回、ビリしかねえな。だって、配信者がカトライダー、カトライダーって言ってるから、え、カトカトってなんか、気になるでしょ、絶対。その、君たちのカトさんじゃないのに。なんならカトさんはもうギャランティー受けなければならないレベルなの、ね。ははは。 間違いなく名前カートライダーカトライダーああ韓国ではそのカートライダー,ー,イダー,ー,ー,イダーこんこんな言い方ではしないのでカトライダーですカトライダーですからそれを勝手に何か「2、韓国の発音である「2をそれだけを「とに変えてて「カトライダーカトライダー」って言っちゃうから韓国はそうやって長く伸ばせないんですそれがなくてフフフフ 観光で有名な私は日本に来てからその初耳でした。加藤さんはけどまあ今のなんかその希望とかなんかあれを見れば全然有名になってもおかしくないと思ったんですけどただ何かのきっかけなかっただけじゃないですかね。きょうちゃんのことは知ってる人たち結構います。きょうちゃんのあの YouTube 動画がなんか観光に流行った時期があったのでこの人なんか歌すごくうめえよって椅子壊れる動画じゃないですね。意外とそっちじゃないですよ。おしゃれな方です、皆さん。 きょうちゃんの話まで出たら、あの、兄貴の話ちょっとしてみればさ、リボルビングイヌいるんじゃないですかアオルくん。アオルくんの話も多分、観光の人たちはその話を知らないだけで、何かのきっかけで観光に聞かれたら、結構有名になるかもしれないですよ。きっかけは中ただけですよ。だから。リボルビングイノなんか聞いて俺、死のほど笑ってるけど。どこ遊ろうかななんか最近さ、ライトハースで出るやつってだから高くなってる気がしません テルミットとかなんか今高いでしょうテルミットサーマイト。ははっ。何それあははっ。ほんとだ。サーマイトになるんだ。いや、テルミットじゃないの。<laughs> ロールには確かあるでしょうロールにめっちゃ有名な話題ってあるんじゃないですかあれ。なんでしたっけテレポートって何,何て言うんでしたっけフラッシュかなフラッシュを D にするか、F に設定するか。で、フェイクは F らしいです。 だから D でフラッシュを使ってるやつらはみんなバカみたいな。それがめちゃくちゃ技になってて、それで始まっ,始まった話が、フェイカーってロールドカップ優勝経験一番カウント数が多いから、フェイカー正しいよ、D のフラッシュってみんなバカみたいな。結構正しい理由とかなんか納得ができそうな理由あったけどな。D ボタンにするとなんか触りやすくなってしまうから、 間違って使う時が多いかかもしれなないいよってなんか言ってててん言や逆に考えると F って結構離れてるから使いにくくなるでしょ反応スピード落ちちゃうよみたいな話でそれでめっちゃ対立しました今まで食べたキムチで一番美味しかったのはケイチ流キムチです自分で作ったキムチが一番美味しかったですそれちなみに1年前作ったやつです 初めてで自分のキムチを作って食べてみました。韓国人の。遅すぎでしょ。ョんがちキムチですかうん、どんがちキムチ美味しいっすねいや。本当に韓国でなんか作って食べたりするキムチとはちょっと味が違う可能性もありますけど、た、まあ、だからって美味しくないわけではないので。そうなんですよ。なんか、売ってるキムチは、まあ、限界がありますね。けど、まあ結構美味しいっすよ。コクキムチは、まあそれも結局一緒です。 売ってるキムチの日本のキムチの中ではいいなと思われる感じですかね一番うますぎてびっくりしたやつですか俺寿司です寿司私韓国で寿司食べた時は絶対ごちちゃんと食事とちょっと混ぜて作ったやつがありますけど酸味が出るごちちゃんって言えばいいのかなそれがなければなんか食べれなかったんですよねけど日本に来てからはわさびと寿司だけで食べれました なぜかアジア,サアジアサーバーのスカーブなかなか入れないあこれなんかあの知らない方々がなんか多いらしいんですけど昨日でしたっけ一昨日でしたっけなんかササ,サティックさんの配信見てて国内サーバーは大丈夫だったけど海外のサーバーによくつながれないなみたいな話をなんかパパッて出てきたんですけど俺あれ原因ってなんか聞いたことあったんですけど今アジアから海外のその海上ケーブルでしたっけあれの何か爆発したらしいですよ 参考たなん、ますおそらく多分まあ確実な情報ではありませんけど、爆発してて、回線に問題が起きてるのは間違いないらしいです、ね。たぶ IPv6 のケーブルじゃないですかね。私も今、結局 IPv6 に戻りました。APEX をするために。APEX を IPv4 でやるなら、なんか、回線の速度が 100MB 以下に低下されちゃうんで。 配信がめっちゃガッカッになります。な,なぜかなんか IPv6 でなんかタルコボやってみたら、そんなになんか多くの問題は起きな,起きなかったので、1ヶ月前でしたっけなんか IPv6 でタルコボやっ,てや,やってみようとしたら、なんか。わー、ビビった、マジで。すごい姿だ。 <music> きてマジで何言ってるかわからないけど、喋るタイミングもうざい。今の。昔のゲームの思いだ出しません、ね、あ、ここはちょっとこの話はちょっと注意です。あの、33歳のおじさんの話なので申し訳ない。昔のなんか MMORPG のゲームって、誰かがなんかそうやってなんか道に立っていたらなんか通れなくなっちゃうんじゃないですか。マジでうざいんだよな。なんか。 俺、急いで早くどっか行かなければならないのに、わざとなんかそこで立っててさ、俺は負けたことあるよ、その人に。取引でさ、こっちなんか道開けてあげるから、その代わりになんか、例えば、まあ、20万ルーブル出せって。チャットでなんか、そいつがなんか、要求してるんですよ。本当にわかるうるさいけど、行かなければならない、ならないですので、あの時はまあ学生だったし、学園に行かなければならなかったから、勉強するために。 勉強しなければならない時間の一部をちょっと分けて、そのネットカップでゲームしてんのに、そんなざわされたらなんかもうお金払うしかないんじゃないですか。それを狙っててなんかわざとそんなことやってると思ったけど、頭はいいやつなんだよな、そうやるんです、マジで。